新士会氏、ありがとう。はい、もう声乗ったからね。はい乗ってますからね。これ君たち今から喋ると死ぬからねもう。喋るだけで。うん。気をつけてね。はい気をつけます。はい。はい。ツイートはされましたよ。うん。本当にツイートされたかこれ。されているぞ。 おいいですね。じゃあ皆さん配信始まったツイートをね、リツイートお願いします。あいよあいよシルバーなんださてさて、まあ。まあ今日こういうテンションですね、彼は。はい。えーね。おぉ。じゃあ、オーナーの裏さん。はい。大人の話題でもしていきますか。まあちょっと今リツイートするからちょっと余ってもらっていいかな。 あっ、子供っぽくなりますね、急に。いや、休んだつもりはないけどね。うん。いや、もう、それはもう、いいんだけどね。配信まったから急いで来てください。来てください。センラーがめちゃめちゃ面白いことを言いますので、ぜひ、島はいつも通おりです。おお、よかった。です。坂田の 恥ずかしい話、2>, うん、2歳の時の話。<ー>の覚えてないんだよ、その実際の話は。話もします普通に覚えてないんだよ。だから2歳の時の時恥ずよし、ツイートした。これ、みんな来るでしょう。うこれは来たくなるようなツイートよ。おー、ね。 今日ね、YouTube がね、落ちちゃってるみたいなんですよ。落ちてるみたいやね。はい、小田さんのチョークで落ちたみたいですね。あの、そうですね、首をと、首で。首を締め、締め落ちて、今、気絶してるから YouTube。そうなんですよ。おぉ。そうな、YouTube 落ちてんや、今。そうそうそう。落ちてるみたいやな。全体で全体。全体やな。Gmail とかも開けんみたいやな。 うん、<ー>また選ばれし者だけやれてる。なるほどな、うん。昔さ、ニコニコ生放送やってた時に、うん、なんかニコ,のニコ生ってかニコニコが落ちてさ。うん、で、なんか一人だけニコ生放送をやれてる人が確かいたのよ。いいいいたたたたその人、めちゃめちゃ人来てたよね。こ <laughs> 異常な数。 いや、そん時の数がね、7人ぐらいいたのよ。だから、7人の賢者みたいな、なんかすごい、<laughs> なんかね、異様な光をなんかね、放ってたよね。ええな、それ。ねえ。今 YouTube 選ばれしもできてるってことじゃ。いや、わからんけどな、それは。どうだろう。どうやろう YouTube 規模で選ばれし7人の賢者やったら、相当かっこええな。やばいよ、もう。でも、見れる見れなくなってるからね。確かに多分だろうな。うん。うん <laughs> 俺配信できてんだけどあれなんか配信できてんだけどって言って,言ってた。え、なんかめっちゃ人来てんだけどみたいな。<laughs> ね <laughs> よし。僕もちょっとラインの方。戦乱が面白いこと言います。今いつもどい。サカ二歳の頃のことの話がして。OK。センラーもしかしたらね、あれ、ステミキ入ってる可能性が。おあ,あれ可能性が。 ステミキっていうのは皆さんにわからんと思うんで説明するとステップミッキーってことですね。ステップミッキー。ステップミッキーどういうことですかステップしてるミッキーのものまねをこれからする。なるほどねじゃあ、プーさん、プーさんの方はんていうのステップ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 ステプス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 テップステップステップステプステプス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 プ 特別なスープ。はい、うん。あげる。あなたに。いやでもな,でういうなんかね帰ってくるかも。ちょっとあーって言って。あー。バーカ。あ大丈夫かも。んうん？うん？今なんか聞こえたな。うん。うん、あ,ーあー。あ大丈夫か。あれ？大丈夫じゃない？大丈,か大丈夫。うん 多分近くにヘッドホンがあったからかもしれないな。ああなるほどね。セイラセイラ爆音にする癖があるからな。ないよ。気をつけな。<laughs> <耳>一番小さい地震あるはむしろ。<laughs> ね<え>移動する時も。 シャッカジャッカジャッカドク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 っても耳から漏れてきてくるもん何の曲だよそれ何聞いてんのやろすげえ激しいなと思ったらこのバカ犬とかも聞こえてくるからうわ何聞いてんのやろこいつルイズフロアンスワーズなんとかじゃん俺ゼロの使いは見てんのあのツンデレ CD 聞いてんだよクギのツンデレ CD 聞いてんだよあなるほどねなるほどねまあ確かに大好きやからなクギュウは 難しいなぁ、いいゼロの使い魔、さい、いつだ、いつだ、あれ。七、ね、年。前じゃない。七年。八年。九年。ええー、めっちゃ前だなぁ。そうね。これも途中まで見てたわ。俺全部見たよ。ええ。ええ。セんら、ノーベル系、めっちゃ見んのよね。そうなんだよね。なんか、せんら、意外と、こう、一番、オタクからトイっすよ、俺みたいな雰囲気を出しつつも、一番見てんだよな。<laughs> 言い方悪いな。 A から <laughs> <laughs> おたくんはできそうすぎっしゅーっていうなんかスタンスでいながらもめっちゃ見るんだよね。いやいや、それは大学生の頃で。が。うえ系好きですからね、普通に俺は。あなるほどねえちなみに今期何か見ました今期はね普通にも進撃シ,シリーズやってるよね。ああ、そっかそっかそっか。すみません、そこ右にやる。あ<お>それね、それ一気やな。今は今は今 今もはやね、歌なのかみたいな感じで。へそう、新聖かまってちゃんさんが。うん。あなるほど。やったはって。なんか、確かにあの人はそうなるよね。不思議な空間広がってるよね。かっこいい。へぇ気になる。うん、いい感じです。なるほどね。まあはいはい。というわけでね、あの今週何があったかをね、皆さん話していきたいなと思いますけど。大事戦だよ。全部入るのに。ありがとうございます。は 大事戦略。あ、じゃ、あほ、あれじゃ、まあ、島君、ほんま頼むわ、まず。そんな感じだよ。ほんま頼むわって、ほんま頼むわ、はい、しゃべれ。お。お。俺、そうな言ったことないけどな。まあ、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 までも、言えてる時もあるよ、せんら。うん。ないよ。うん。あるよ。あるよ。あるよ。なんか、浦田さんとかに。黙れ、死ね。とか言うね。それ。本当に。今。言う。たあれ。 突っ込みを暴言やと勘違いするタイプの人もしかして。お前、おいすわりんだ、さっきからお前。気をつけろ、お前。俺、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 俺。面白い、面白いな、せん今日。俺、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 今日どうしたん。どう何があったんや。何があったんや。で。何があったんやで、ほんま。いつもより悪いし、いつもよりちょっと大きい。あ、パソコンどうなったの、そういえば。 えいやパソコンは明日帰ってくるけどえ今日疲れ待<ー>ってそう本間やで信じられへんみたいな反応セラセラ本間や,や衝撃の事実みたいになってるよ、うん、衝撃の事実やってお前の美声が聞こえへんのやまたえ <laughs> <laughs> いだ今ツッコミじゃない暴言入ってたよ。今今ツッコミじゃなかったぞ。ツッコミではない暴言が入ってたぞ、今。今、うざってたもしかして。うん。っう言ってた。あいつ、こう言ったんだね。認めつつある。うん。それどころじゃないから、彼は今。ねえ。せなの、美声が聞こえへんのやで。ちょっと直すわ。もうする。もうする。もうそれどころじゃないから。もう。マジか。 とんでもないショックになってるから。てるからでもやっぱね、<あ>もしかしたらずっと音質悪かったら嫌だもんね、センナちゃんが。んがん確かに。あもう一人ごとしゃべるようになちょっちゃった。そうよね。じゃあまあまあ、なんか今週あった話の続きでもしましょうや。じゃあほんま、島君頼むやで。頼むで。今週は、まあ、んま。まあ、あんたにかかってるんやで。そんなに <laughs> お母さん,あんたに。あんたにかかってるんや。頼むやで。 あのー、ファミマコラボが始まりました。大丈夫かホンに大丈夫かは今喋ってやろう。何言うとんや。何言うとんやで。いや、本当に大丈夫なのかって思う。しゃっとんねん、こっちは。喋ってるやろがよ。ごめん。いや、分かってくれ。分かってったら別にええんやけど、分かってないかもしれんなと思って、ちょっと。喋ってるやろが。ごめん。ねをつけな気をつけなはれ、ほんま気をつけなはれ。出てけ。 で、シマ君はでしマ君はミマコラボ始まりましたねっていう話ですああ、そうだね。始まったな。おいマコラボああ、来た、直った直った何やったんリーダー、私は謝らなければならないことが一つあります。なんだかし喋ってみろ。私は先ほどまで、捨て身が入っていたのです。バカがやっぱりな俺がてめえを救ってやったんだぞ せ感謝しろ、今、俺のいいとこ2個言えはい、おっ、頼りがいがあって、かっこいいところです。うん、にこめは嘘だ。死ね。今日語源多いな、なんか。語源多いな。ああ、面白い。あれ、ファイアコラボって今日からだったっけ明日先週、先週、先週。明日で先週、先週だけだ。今週。マーシー、マーシー、脳が死んでんな今日先週。 今週と先週は間違えました。明日明か。明日から始まる。いや、ちょっとでも行こうかな。さすがに俺もちょっとミニ。ミニ。ミニ行こうかな。ん、帰る。いや、それ俺の分だけ買おうよ。そら、なんだ全員分買えよ。俺の分だけ買おうよ。この地域、坂田人気やって思わせるために、気持ち悪すぎる。やばいな。いるわ。なんということだ。俺の分だけ買おう。 俺じゃじゃ逆に坂田だけ変わんでおくわ。わっひどやるねんやるねいいねじゃあ。で、あの、コンビニあったよって写真撮って。最悪。ゴミ悪いや悪いことすんな。坂田めちゃめちゃ残ってるなって言われるでしよう。特定しましたって、デ送るわルは。特定しました。面白い。 で、今週何があったのまし。あれいや違う違う違う。いや、ファミマコラボは明日からだからさ。そうかそうかそうか。先週の無限ループが始まったんか。今週はまだ始まったばっか。先週先週、ごめんな。ほんとに。先週ですか。先週は、ええっと、歌を何個か撮った記憶があります。先々週は先々週先々週。 めちゃめちゃ掘られるんやなマシ。選手は誕生日でした私。ああおめでとう。おめでおめでとう。ありがとうございます。去年去年の今は？去年。去年。去年の去年の今？ちょっとね。あれあれ。去年の今きっとコロナがなくて幸せだったな。確かに。ああか。とても幸せな時期だった。何なら島田がライブでちょっとあわねあわはしてるかもしれへんな。ああ十四位やったら多分そうやな。 次の、明日が島坂やな。あ、そっか。なるほどね。やばいっすね。なんだっけ。あの。名前あったよね。島坂の時にやってた時、二人だけ物語の中に名前変わってなかった。なんだっけ。島。島家と。ろ、え、スローパ、スロープ。スロープ家じゃなかった。はい、坂。島様、坂様か。坂様。坂様。坂よ 島と坂かもうなんか「坂様」ってあのー、言ってくれるさ、うん、人がいるんだけどその人が俺のことを「坂様」って呼ぶためにクスクス笑い声が起き嫌 <laughs> だったなここで笑うんだと思ってここで笑うかと思ってさ。<laughs> あるほどねねだ,、うん、だよそ、ね、う 確かに嫌だよね真剣にやってる。そうそうそう。ここで笑うんだったら俺の言うことすべてで笑いやって。確かに確かに。確かにな。それな。本当それよ。それな。サタ様で笑うの面白い。全部爆笑してくれたらもうそこは悪天狗みたいな。もうもうね、うん、何でも笑うんだなって思うからさ。確かに。あのね、二人のあの分かち合うというか、もう別れる的な意味の死が死で分かち合う的なところでも笑ってくれてほしいもんな。 た笑われてけどもう無茶苦茶やんか。もうマー死ぬとこでも俺みんな笑ってんの。無茶苦茶ちゃだって逆さまで笑われんのよ。だってそしたらさ、もし坂田がやこうまあ倒れるあれなんか公園によって違うんだけど違って。いや全部島君死んだ。マーシーか。全部島君。5回ぐらい死んだっけ、何回ぐらい死んだっけ。 ぜ全部四回四回死んだか。うんだってもし坂田が死んだらさ、坂ってマし言うわけよ。絶対絶対笑われるじゃん。確かに笑われるね。いやだからもうあのまあミュージカルやったんやけど、もう二度とやらんって。本当にね。もう二度と。いやすげえでもでも俺とマシ俺もマシめっちゃ頑張ったよな。めっちゃ頑張った。役に入りきって頑張ったのにそれを笑われたからもう絶対やらんと思って。二度 <laughs> いいですね、いいですね。まあ、俺だったら、もうその話する、二度と出さないけどね、もう。<laughs> <laughs> それすらも。それすらも。<うん S 1> 封印するんや。封印する。え、なかったよ、そんなん、みたいな。なんだっけ、そんなみたいな。ワンマンやってねえしなとか言うから、多分。<laughs> うん <laughs> なるほどね。うん、俺ぐらいルトタンがやる時はミュージカルはもう NG って最初から決まっているから、ね。そうそうそう、ね。少しでも笑われる要素を排除するから。俺は排除する。普通にマジ目に <laughs> あの甘いセリフとかそういう感じで。逆にさ、こういう感じでここ笑うとこじゃないのになってことで笑われたことって浦、うん、さんとかセンあったりするん。ああ、なんかあるっけな。 めっちゃ真面目にやったのになんか笑われた,みたいな。俺基本的に笑われるんやけど真面目に。笑わせるところがある多いよね、<laughs> でもセンラは。動画とか。なかないかもしれん。<ー>うん。そうか。俺はでもね、なんか台本読みやってるんだけど、噛むとちょっとキュンキュンっていうかクスって笑われるわ。あま<ー>あ、ちょっとね。 キメキメの時きに、そのほどギャップが生まれちゃうもんね。まあ、そうそうそう。まあ、それはしょうがないなっていうのは思う。ねえ、噛んで笑われるんやったけど、俺死んで笑われてるから。そうね坂に刺されて笑われてるから、俺。そうねクスクスって。あれ、すごかったよね、縦とか。いや、もうめちゃめちゃギリギリに準備したよね、すごく一生懸命。一日前とかだっけ、確か、準備したよ。 やばいやつだ。<laughs> 逆にさ、準備不足だろうがよ。一 <laughs> <laughs> 日前でこれやったらもうだな <laughs> めてんや。一 <laughs> 日前でできてたらね、らね確かに相当なクオリティだよな毎週やってたらもうリハで、ねうん、新奇劇だよね多分それって。新奇劇ってなんかかなり即興でできるっていうもんね。え<ー>、うん、そうなんや。へ<ー>毎週 次次やるとしたら何をテーマにしたいテーマっていうかそのなんかあ確かにいろいろやってきたコントとかそんな感じでやっててちょっと逆にもう何したらいいかわからなくなっちゃったよね俺らで決めてあげようぜ裏線でえマジかボン踊りとか踊り系太鼓叩くとか踊り系またそっちのコッテリ太鼓叩くやつやったなやってるわやったなそれダブルダッチ あいいじゃん、2人じゃできない、2人じゃできない。そうよ。え、ユースケさんとケジさんで回してもらえば。なわでも、そうそう。本当に負担をかけていくパターン。ベース弾けなくなりそうやな。そうよね。別より練習してきましたって言われても困るしな。いや、それもちょっとってなっちゃうしね。何が面白いかな、やらせて。 そうねやっぱ太鼓太鼓か太鼓もう一回もう一回いくかヒーローショーはああヒーローショーねああいねありでありでを倒すってことやなそうそうそうおもろそうおもろそうねめっちゃ面白いよいねでも俺ヒーローの着てるあのピチピチの服嫌かもしれんなそこはそこだけスーツアクターさんを呼ぶ

アメリカンヒーローみたいな人もいるなら。ラップが得意なな。そう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 いうのやったらきっと大丈夫ちゃう。んだどうした次元爆弾が今。サムかサム何年だろう。びっくりした。じゃあ坂田さん先週振り返って。先週か先週。先週ですか。いやまあでも僕も録音めっちゃ多かったっすね。なんか普通に曲数だけで言えば俺3、4曲ぐらい撮ったと思うな。すげえ。 なんかさ深夜帯にとったっていうのよくつぶれてるよね。ああ、確かにね。んか寝れないなと一瞬思ったらもうなんかね、どうせ寝れないんだったら融合活用しようかなって思っちゃう感じなんだって。そうなんだよね。なんだ今のはって。いや、関心の関心の。いや、あくびだろ、絶対。あくびんとけはちゃんとあくびって分かるするって。怪しい。怪しいな。 本当は。いや、いいですよ。いい、いい、いい。川さん。あ、お。そう、ああの<人>、<laughs> あのこのラジオとか聞いてくれてるから、多分言われる、なんか、根にも垂れてるって、多分そろそろ俺。俺 <laughs> <や>あいつ、ね、<laughs> ぶっ殺すって <laughs>。いや、お前がやってるからね、勝手にね。そうね。 自分の名前出るたびにノートに正の字書いてるらしいなんか。坂 <laughs> 田1位とか書いてるから。この会社辞めますみたいな話になった時に1回その正の字1位に限りビンタ1回ずつされるみたいな。<laughs> 怖, <laughs> 怖すぎやろ。<怖>これはあん時呼 <laughs> <で> <laughs> ぶんだ <laughs> 面白い。 あの人にビンタされるちょっと面白いな、かった。<laughs> いや、ちょっと見たいわー。<laughs> 見たいな。すごいビンタされてるの。いややな。なんか笑ってはいけないとかでや、やなんかそのネタっていつか消化されそうよね。もし企画でやあったら。いや、笑っちゃいそうやな、それ。川口 <laughs> さんにビンタされる俺っていう。<laughs> めっちゃ面白いんだけど。<laughs> 絶対おもろい、絶対おもろい。みんな、どんだけ身内ネ寝たねん <laughs> <laughs> 俺らあの川口さんと平ラさんの話しかできないからな、でもまだ。そうね、そうだね、まだできない。名前だけはみんな知ってるからね。そうね、二代剣じゃね。二代剣じゃう二代剣二代剣じゃ二代剣じゃじゃあセンラさんは先週のお話。先週は、そうね、何もした覚えがない。録音はしたよね。録音したうん。ねえ。 健康診断行った。うん、えおお、どうでしたオール G。オール G? <や> G えっとね、まあそこそこ良かったはず。うん俺ね、俺高血圧なのよ、結構。えいくつぐらいなんすかなんで敬語やねいや、ちょっと心配ねえだって、いくつぐらいなんすかなんで敬語ええ、ね、<laughs> <laughs> やん。えっとね、うん、常々130超えてたのよ。 あの、血圧高いんだ、それ。あんま良くなくて。で、超える理由が、俺、緊張しちゃうのよ、その、血圧測るときに。ああ。そうやろ。ほんまほんまほんま。ほんなんで緊張してんのせえへんよ人によるやん。そんな人によるやん。ちょっと、一個ずつ確認させてもらって、浦さん、うらさん、あの、血圧測るとき、緊張されますいや、私は、しないです。 で、すよねで島ん島んあの、血圧測るとき緊張します。そうですね。ま手入れるだけなんで、そんなしないですかね。あ、そうですよね。はい、やせへんやん、せんな。嘘やん。なんでやんいや、一応、坂田にも田にも聞こう、一応。坂田さんは緊張されますかああ、しないですね。あー、以上。やっぱり、まあやっぱ嘘やんけ。ん なんで多数決やねん、これ。<laughs> <laughs> 個人差の問題や、これは <laughs>。その緊張はなんなんその、高かったらどうしようって緊張なんそれとも。そう、多分、最初は新品買ったんやろうけど、うん、ちょっと高いのが出るようになってから、うん、また高くなんのちゃうと思って、うん、平常心、平常心、ね、平常心って思ってたら、どんどん意識しちゃうみたいな。 がエロかかったとじゃなくてどんな学校ででってんだ大体してくれるのおばちゃんやん。この年のおばちゃんもありだなとかじゃなくて。気持ち悪い言い方言い方キモすぎんだがお前。そそううじゃないんでも、今回はすごい普通だった。ああ、そうなんだ。おばちゃんが普通だったのおばちゃんがね、おばちゃんがちょっとタイプじゃなかったから。ちゃうわ。そんなちゃうんだ。 何が普通だったの血圧血圧だ。ああ、500ぐらい死ぬな圧が強すぎるやろ、出ないもん、それ。ブーって閉まってくやつでしょ。あれ500って用意されてんでしょ。ええーみたいな。顔めちゃめちゃ赤そうだな。そそそそううううで、セナさんあれですもんね。身長が176でしたって。 あそうそうなのよ。すごわざわざ俺が見えるところでそういうことする。ねえ、なんか嫌だな。嫌がらせだなって。お前ら2人で配信撮ってる時にあいつ髪の毛で持っただろって話してましたよってコメントでもらったからな俺。いやいやいや、それ、いや、ちょっと間違ってバレてるわ。違いますね。全然違いますね。 うん、実際は本当に伸びてたんだろうなって俺って、ね。そうね、俺らはねちゃんと。<laughs> 俺らいや逆にいやじゃあゃでもやるよなんかでもさっき言った通り浦<ん>さんが浦、うん、さんの見えるところでそういうことを言って、うん、なんかちょっとこう自分だけちょっと上に行ったみたいなそういうふうにするのって、うん、なんかありかなと思ったわ。<laughs> コーナーで差をつけろってそういうとこって俺思っちゃったよね。確かにね。なんかやらせ何も言ってるの。ちなみにうまく、うまく差をつけろってなんかいつも言ってるけど、ここで、ここで差をつけろか。うまくもない。収足は、収束は上じゃん。立てんじゃないかね。早さいからね。よこか。YouTube 復活したのか。あ、そうない。どうするか。 もういいまあまあもういいんじゃないかなもういいか分か,かったううんうん,うん,うん,、うん。じゃあ普通おたえいくかはいお願いします、はい、普通のお宅お願いしますあ待ってタイトルコールしてなかったはい<お>じゃあ今日はましさんお願いしますはいえー浦島坂田線の月曜日206回始まるよーよいしょー、えー、じゃあそのまま流れでうんー線欄お願いします はいかされましたー行きますよはいはーいでは浦田さん島さん坂田さん千羅さんそしてクルーの皆さんこんにちはチャイワターネの決心はレイと申しますなんだ初めの島さん坂田さんお誕生日おめでとうございます俺はんきゅうどこれからのご活躍も応援してますてぐ全く関係のない質問ですがブーブーちょっと待ってと思えるのでどうしぞ

キ,キーアニメで出てくるあのうぐーっていうキャラクターのものまねかと思ったよね。うん、確かにねね人人での人、ね、<laughs> うん、グーってやつ。ね<え>あウグーはあれかカノンの方ですね。カノンの方やね。はい、全く関係のない質問ですが、浦島坂田生の皆さんが幼かった頃、絶対に今ではしないけど、なぜかすごく好きだったことってありますか、うん、私は2階の窓から外に出て、屋根の上をペタペタ歩いて遊ぶのが好きでした。すげえ今では怖くてできません。 よければ、皆さんのも教えていただけると嬉しいです。もしなければ、好きな寿司ネタ教えてください、お寿司。し<は>。最後に、浦島坂田線の後悔が、後悔がいつまでも続きますように、私たちクルーはどこまでもついていきます、浦島坂田線の皆さんが大好きです。なるほどね。ありがとう。<れ>まありがとう。俺、ハマチ。俺、サーモン。<川>サモン。 あ縁側縁側です。じゃあ次のお便りゲけますか。冷たっ冷たっ初見の人、あ冷たい人たちなんだって絶対思うもんなないな昔はね、あのダンゴムシとか持てた俺。あ、虫ね。そうダンゴムシ持てたけど、今はちょっときついわ。誰かありますかこういう。今ではしないことか。 はかな俺あの川学校から小学校の時学校から自分家の間に川とか流れてたんやけど川泳いで行ったのそうえっいやあのそう昔はそのランドセル上にこうやって両手で持ち上げて川の中を進んで帰るっていうのがちょっとお好きやった自分のマジモンか いやいやいや、箸を渡れれよよ作 <laughs> なんかそのなんななやろ。気持ちよかった、ね、夏場とか特に。なるほどね。それが今ではできないなっていう。今ではもうできないですね。<ー>ちょっと嫌ですね、なんか。<laughs> あのお父さんお母さんに怒られてねっめっちゃ怒られる。落っこじゃんって言ってる人いるよ。 ラッコじゃないかなああ、そのコメントちょっと。確かにね。ラッコ浮いてるからね。俺ちゃんと足つけて。ある確かにね。よくないよ。そういうコメント気をつけてね。あ拾ったもんは僕もあれですけどね。まあね。気をつけて本当に。じゃあ、坂田さん、か瀬名さんは。あじゃあ、俺、あの、なんか、兄貴がさ、うん二植えないやけど、やっぱんやっぱ二個 もう上や,とやっぱりちょっとわんぱくでさ、うん、結構なんかすごい危険なことすんねんな兄貴って、うん、で、うん、弟の俺はさやっぱりこう、うん、兄貴が危険なことやってたら俺もやらなあかんのかなみたいな感じで、うん、結構無茶しててその中の一つがさ、うん、普通に俺まあ普通に屋根1階2階じゃなくて1階の屋根やけどその屋根から屋根 こう河の屋根から飛び降りてりしたり着地するみたいなのを普通にやってたな。なんかもしかしてこのお便り送ったお前？れからね。お前か。今似たようなエピソードないけどそういうのやってたな。へえ。うん。うん。そう。うん。冷たいっじゃあこのはねあセナさんお願いします。 俺あの砂場でさ幼稚園とかの時山作ってさトンネルをさお互いの方向からやっててこう穴貫通したりするのが好きやったのよ手がつながるかみたいな感じそう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 やねんけど今思うと絶対手ではもうしたくないなと思う砂をね確かに爪とか入るもんね爪とか入んの絶対嫌やなんかるわかる思いっきり多分俺テンション下がると思うそれ すがってそう砂も食ってたけど今も食えれへんもんななんで空転ね俺たまにおるけど砂馬とかいうやつ悪いよこって感じする本当にじゃ次の対り行きましょうはいじゃ次の対局セイラさんお願いしますええっとやった今日の今日のターゲットだろうな多分 どうしました読んでいいんでしょうかまあイラストでうまく調節あなるほど。わかりました。ウルトさん、しまさん、坂田さん、セなさん、そしてクルーの皆さん、こんばんは。ユイカと申します。表情にっこり。こいつも同じ。ってとのかこり。手ーとにっこり。手具の言葉で表現するの流行ってるのなんだ、これ。 早速ですが皆さんは3回人生をやり直しても3回ともやりたいことってありますかい、ね、というのも先日中学時代同じ部活に所属していた友人と話す機会があったので、うん、もし3回分人生があったら同じ部活に3回入りたいと思うと聞いたところ満場一致で絶対入らないという答えが出たのです、はい、辛いこともあった分得るものも多かったと大きかったとは思いますが、はい もう一回やりたいかと言われたら話は別それでも絶対にこれだけは今と同じ道を進みたいと思うようなことがあればぜひ教えていただきたいです。リハーサル等で毎日お忙しいと思いますがお体に気をつけてこれからも活動頑張ってください。ずっとずっと大好きです。<laughs> ですんです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 で、うん、!3 回人生あったら同じ、ね、3回分だまあ同じ人生だとしてでしょ多分違うか。いやーねこれは。 うん、多分ね俺みんな満場一致すると思うんやけど何でね俺も思うわ、ね、浦島坂田戦っていう活動をやれたことは多分3回とも俺繰り返すわ、うん、イエーイ

何いつとかる感じ一人だけ記憶があってもちょっと難しいよな。いやいや無理やろなそれは。絶対うまくいかんっていうかないだろうな。組もうぜとか言ってもああ俺は無理だとか言いそう。いや絶対あるなそれは。それってだって俺らなんかね自然とひっついたやつやから意外とねこう誰かに組まれてやったものも別になかったからな難しいよね。 確かにじゃあ、もしもし自分がはい、えっと、えっと、記憶を受け継いだまま同じ人生も18ぐらいになります。うん。え、裏田坂田線らそこにいます。うん。でも浦田坂田線らは記憶ないです。はいはい。え、裏島坂田線作ってください。だがどうやったよねえ、じゃあ俺は記憶消しとくわ。はい、消えた。はい、消えた。いい。おおお前ら、よ。うん。はじめまして。 見てて態度変える感触良くなかったよな。それはほんまに覚えてないんやなってこう。最初は確かめる。最初確かめる。ほんまに俺のこと知らんのかなって確かめてよく言ってないけどほんまに知らんから。 はじ<あ>、うん、めましてってこうちょっと <laughs> 切り替えで詐欺師みたいな挨拶です <laughs> <laughs> ち,ちょっと爽やかで行こうとすんな <laughs> 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 爽やか系で大事ない感じで第一印象をよくしようとする男第一印象をくし,して <laughs> でも知らなかったら無理だよなマジで無理だよ、うん、無理だなね一番 攻略めんどくさそうなでも島んだなって思うけどね。でめんどくさ。<laughs> くさ <laughs> 俺最初から島君とやり直しって言われたらちょっとしんどいもん。<laughs> るだるだるだるやるってやるもん、多分 <laughs> なんかあの、過去の話をして、<laughs> うん、た実は俺、別の世界から来てみんなのこと知ってんねんって言って、でも信用してくれそうなのは誰やろ。うん、あーあ,<ー>あー、むずいな。いるか、ここに。 坂田だな。おれじゃあちょっと記憶ケースからうの頼む。じゃあ、カミングオートするシーンか。はい。ウラタに出会いました。はい、出会いました。じゃあコラボ配信終わったあとぐらいにしようか。コラボもしてんのあの配信配信は終わったあとぐらい。そうするとちょっとだけさ、より感近いじゃん。あなるほどね。そうするとカード。お疲れ様。お疲れ。 せんらくんいいねめっちゃね話があるんですけどいいですかなになにどうしたのいやねうん実はうらたってうらたリーダーなんですよえあごめんさがた入れちゃった会議にあでもあれちゃあ俺あれ言うわええうらうらたさんってはい実家が何々県でしょう

浦島坂田線。ダサ。絶対そんな名前にしねえよ。エンド。いやそれしかないでもかなんかだって何つうの仲良くないと知らんエピソードを踏んだに盛り込んで俺知ってんねえみたいな感じでいくしかね。確かに無理だよなこれ。ジョンがよくやってる朝日野さんここにあの胸のこの辺に星のほくろありますよねみたいな。あれか確かにな。うん。 そうだな、面白い。じゃあえみんな一緒ということで、じゃあ次の対局よ。誰だ、誰だ。千鶴さん加まさんお願いします。邪魔しで。これね、これね。指定されなかったらそれ譲るわ。まあ確かにな。邪魔しお願いします。はい。うるたさんしまくん坂田さん千鶴さんそしてくるみの。うん？うん？ 俺らは3人3、まあ、いいやごめん続けて <laughs> あ,あ一応もう一回読むねじゃあ,ああ頼むわ、えー、浦田さん島君坂田さん千楽さんそしてクルーの皆さんこんばんは前髪推しのレナちゃんと申します、うん、早速ですが質問です浦島坂田さんの皆さんは<え>どのような幼少期の時代を過ごしましたかこういうお便りは前にもあったと思うので今回は他のメンバーがイメージしたその人の幼少期時代を演じて えー、合っているかどうかやってみてほしいです。浦島坂田線の皆さんは絆が強いですし、うん、きっと正解できると期待しています。今月は無観客ライブがあり、久々にライブでの浦島坂田線の皆さんが見れるので、すごく楽しみにしています。これからも体調に気をつけて頑張ってください。応援してます。幼少期時代か。なるほどね幼稚園ぐらいってことやな、弱。ああ幼少期時代を演じると。<laughs> あ他のメンバーがイメージしたその人のってことはうんうん <laughs> なるほどね正解がしかもこれ正解しなあかんねや幼少期をちなみにみんなは幼少期から今って結構その性格とか変わってるのそれとも結構そのまま来ましたって感じな、ね、やっぱ変わってるかな変わってるかなうん俺はあんま変わってないかもな、はあ、だろうねうん 変わったんださ坂田さんは変わらないだろうね変わらなくてもなんとかやなんとかみんなが合わせてくれたからなよかったなお前本当にそうだよねあの変わる必要がなかったんだろう主人公だからいいこと主人公だからね俺が主あることを強いられたことはなかったねでも何かも変われって言われたというか自然にみんな何かこう変わってるイメージャンじねなんか彼は とりあえず他のメンバーがイメージしたその人の幼少期時代を演じてということですね。演じるね。演じる演じる,演じるああなるほどね。うん、じゃあちょっとじゃあ浦田さん役をシマ、うんうん、ちゃん。センライアちゃん。はい、で、浦田さんの友達 A が俺で、うん、B がシマ君でちょっとじゃあやってみようか。うん、俺は俺はオッケー。 はい。<laughs> じゃあ、お願いします。えー、本番入ります。アクト、はい、ツー、スリー、ツー、ワン、アクション。いやー、ちょっとさ、<laughs> 次さー。ん何え、次、次、え誰だ、君 <laughs> 俺、俺、うん、俺、うらっただけだ<あ>えー、あ、そうなのや。あ、じゃちょ、ちょ、っとうちょっと、どどうやっょ、ちょ、ちょ、ちいちょ、ちょ、

たとえ,え悪すぎやろ。<laughs> いや、坂田が悪いだろ、<laughs> 最初の。誰ああ、ちょっとどいてもらっていいとか言う。<laughs> どいてもらっていい失礼, <laughs> 失礼なやつだ。ゴミかすじゃん。マジであの絶対にクラスにでもいる生きり倒したやつ。うん幼稚園の頃、そんなが強いか。ああ、そうか。どいてもらっていいか。全 <laughs> 然 <laughs>、あの、過去。 セナの格好。うらさん、セナで。ああ、オッケー、任せる。で、俺とマーシー、あの、A、B で。ああ、なるほど。じゃあ、セナさん、あの、アクションじゃなくて、じゃあ、オネジャス。じゃあ、本番いきます。はい。3、2、1、アクション。おい、坂田、だめ、おい。持ってきたかえ、あ、あ、え、あ、え、あエアじゃねえよ あのおいーませいあのおいシーマおいしーいしこいつのポケットーま早く出せよ早く出せよおらてめおらああおらおらああ〜あらお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 おら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 おおら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  世界ゃあるあるじゃん。一番悪いの多分マーシーのポジション。ガチ悪いやついたわ。嫌だったね。じゃあ、坂田をせなさんにじってもらっていいですか俺またややのいもう一応ね、あとあと。人もうもうちょっとで終わるだ。 じゃあ俺が野良犬やるわ。野良犬マシは俺は野良犬俺、いと出会うそうじゃっ、あ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 っ、アクションっ、あ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 こあっ、あっ、あっ、うっ、あ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 こあっ、あっ、ああ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 あ、あああ、ああああ、ああああ、ああああああ、あああ

そう。うん。すごい。おおすごい。わあすげえ。うん。ちょっとね、やっぱりあの買えないものはねついてこられても困るんで。うん、確かにね。トラム。ちゃ <laughs> んとおもせぶりなことを知っておきながら。<laughs> うんね、最後マーシーをやる人誰？やってない人。じゃあ俺行くわ。あオッケー,ー。じゃあ、うん、俺たちは。ネそスウィじゃあえー、っと先生。 えっと先生 B で。え？オオッッケケー。ー。対先生。授業中という手でじゃあ、の当ててくるところからお願い。します。俺何してんのじゃあ先生 B。確かに何しに来たんだろだから、えっと、センラは、あの、新人で、けちょっとこう、なんやろ。ああ、なるほどね。勉強してる人一緒に。はい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 。ケー。

なんて言ったお前。以上ですも。もう一回言え。三点一四一五九二二六三五五九七一五五五の一五一の日本文化センター。夏。通販のやつな。<laughs> 通販のやつ。最近聞かんねんけどあれ。<laughs> あー、YouTube 完全に直ってる。

シマさん、サガ田さん、センさ,さん、クルーの皆さん、皆様、こんばんは。ま<わ>うん、こんばんは。こん、こんと申します。<ん>早速ですが、今回、つおたを送らせていただいたのは、浦島サガタさん様やクルーの皆様のお力を借りたくて質問させていただくことにしました。<ん>かっこ 好きな子にどんな風にアプローチしたら振り向いてもらえるのかです<ー>僕には好きな人がいます<ー>クルーの友達なので、えーえー、お宅として語り合うことはあるのですが、えー、浦島坂田先様に夢中すぎて僕のことは視界に入ってないと思われますなるほどな男の子だ好きになってもらわなくてもなんだこいつ程度で、ね、いいので 僕のことを見てほしいんです。なので、どうしたらいいか自称、元恋愛マスターがいる、浦島坂田先生様におっ、え、モンサスしてきました。よかったら、バイをもらえると嬉しいです。変な文章で、すみません、誠にすみません。あちなみに、好きな子は、一つ年上の女の子です。なるほどね。やるじゃん。お、いいやめちゃやん。やるじゃん。とうだこれ、二人とも、 知らんうちに配信を聞いている可能性があるとね<え>。やばや。名前出てんやし、しもうクワカンちゃん。完全バレたじゃん。<お>うこう。名前はコーこうコーチン。コークン。コークン。でも、この字は確実に本名ではないよね。まあ、156%そうだね。う <laughs> 違うよね。うん、違うな。 やっちゃったな。コくんどうしたらあれやってオタクをしてる友達に振り向いてもらえるかですって。ええ、まあ、センナさん、ここはあのすべて任せました。任せてくださいよ。天才的なあなた。はい。これはですね。ええ。見てほしいというかね。まずはね、お前が見るんだよ。何 これ一見何のことを言ってるんだと思うじゃないですか。なんかそれっぽい話始まったぞ。すごい。これはね、ねあその子はね、そ浦島坂田さんに夢中かもしれないけど、俺はあなたのことを気になってるよっていうアプローチをたくさんすればいいんですよ。おお、やるね、いいよ。それっぽい、それっぽい。おお、つまりは。 たくさんおたかつ一緒にすればいいじゃないですか。もうね。もいいね。ね、そして今月末のおね、配信ライブ。何？あ、まさか。一緒に見ちゃえばいいんじゃないな？もう。通話でもね、つなぎながらね。そやいやい会えよ。あ会えんかい？あ、まあでもやっぱこの時期ですからね、やっぱ通話の。あ、そうか。 まあでも共通の趣味があるっていうのは超アドバンテージよね普通に。まあ確かにね。でも変なさ、この時期じゃなくても家とかで2人で見たらさ、男女屋根一つ、夜で、何でお前片ったねえの夜、家一つ、やばい、危ない。なんかのヒント。ヒントだじない、ヒント。危ない ないいわなよ別にるほどね。こんな純朴な文章を書いてくる人大丈夫よ。絶対、手つなぐよ、ちょっと。ええ、むしろ、むしろ、これを大事に。手つなぐよ、手つなぐよ、手つならいだ止まらない。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 よそれも。性欲止まらない。危ない。 ダメダメ <laughs> 僕からもアドバイスいいですかね。お<ー>任せてください。えー、任せてください。うん、そうだね。うん。や、この子はね、きっと俺たちのこと好きだから、君のことは見ないよ、やっぱり。だって、俺たち、とてもとても魅力的なんだもん、やっぱり。俺たち魅力的<ー>君はだから僕たちを超えなくちゃいけない。俺たちはお前に立ちふざかる壁だ。だから、お前は俺た,俺,た俺たちを俺たちを倒すんだ そう、俺はトラの子も間違えた。ライオンの子だ。そう、ライオンかトラかわからんけど子供を谷から崖から突き落としてやるタイプだ。なるほど。ちなみにどっちだサイズクやなサイトラかマシはそうですね、やっぱりまずはえっとフォロワーの数を52万無理だ。 そこからかな、そこからいって、我々以上のインフルエンサーとなり、やっぱ、あこのコウんすごいんだっていうのは、やっぱ思い知らしめるしかないんかな、やっぱちょっとそこは、なるほどね。フォロワー数50万超え。そこまでいったら、確かに振り向いてもらえるレベルの人間になってるよ、ねうね 好きな人変わってそうだよ確かにね。そこまでやってたらね、いろんなこと興味があるだろうしな。ちょっとしたタレントとかいきそうな感じあるもんね。確かに。ねえ。ん。もしれ。坂田大王はそらもうあれでしょ。あの、例えば、センラを推しやとするやんか。うん。その子はね。センラーがちょっとでもこう、まあなんか、 って思うことをやった瞬間に今だってなってああ俺やったらこうするのになって俺やったらもっと大事にするのにななんか俺やったらこんな思いさせへんけどね俺だろうなこんなことにはならないのにみたいな今です まあ、ね、そんな感じだ。頑張れよ。はい。頑張れよ。えー、フォロワー50万ということです。お願いします。結果待ってるぜ。うん、じゃあ、イラストこなげまーす。イ,エーイ,イラスト1枚目を読むの、浦田さん、お願いします。はい。わかりました。任せてください。えー、浦田さん、島さん、坂田さん、せいさん、そしてグルーの皆さん、こんばんは。 まあ、初めて送らせていただきます。渡たりと申します。わです。恥ずかしいながら、最近皆様を知りまして、もっと早くに出会いたかったと悔やんでる日々です。最近寒さが身にしみる季節になってしまいましたが、もしコロナがない世界線でしたら、冬、どこへ旅行へ行きたいですかかっこ、<ー>無難な質問でごめんなさい、えー。かっこ、バーソロミュークマ。えー、恐縮ですが、<え>イラストを描かせていただきました。 <ん>旅行行くならどこがいいっていうことそうです。チラッとでも見ていただけたら嬉しいです。<laughs> このご時世でもあるので、お体、体調にお気をつけ、お過ごしください。うん、今後もますますのご活躍を陰、えー、ながらお祈りさせていただきます。うん、PS Rainbow、うん。とてもとても素敵でした。家宝にします。ありがとうございます。とのことです。はい、<ー>ありがとう,、えー、がとうすてなイラストだ旅行するならどこへ行きたいうーん。 やっぱあれかな。意外とベターな場所がいいんだよな。あの部屋食できるところの旅館。あ、いいですね。二級二級のみ。二級二級のみ。めちゃいイラストいいですね。いいですね。このなんか、この、これなんていう、どんなタッチって言うんだろうな。これなんていうのかね。名前は、が出てこないでござるんが。ござるんが。 このセンラのポーズ、センラのポーズしそうだもんね、センラが。まあ、もう、まあ、俺はもうピーコックエポックの時、基本これやから。ね、ずっと首痛めてるもんな。そうそう、そうそう。ムチ打ち、首痛め、経団。ムチ打ちポーズって言うな。で、これ坂田さんはピースを、ましが伸ばした手からされてるということ。あ、そうなこれ、マジな。俺のでやったんや。マジの手ですね。ああ。そういうことか。待って、俺の背中。 あらぬちいるな。なんかいる。なんかいる。いるな。このシルエットはいるな。いるわ。もともといたんだろうな。たぶんね。でもなんかさ、あ、そうだね。もともといて切ったのか。そうなんなぜだ。すごいね。なぜそんなことをした。 でもね全体像を入れてしまったら離れてしまうことになるから。確かにね。なんか遠くない一人だけみたいな。センラモンさん右からニュロって出てんのはもしかしたら。マーん。ルちゃん、か違マルマルちゃん、誰だルちゃん、誰だマル誰だル誰だマルちゃん、ルちゃん、誰だマルちゃん、誰だマルゃ これ K やろな。K やろな。片方だけ長いもんなせんな。そう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 。切り忘れの。切り忘れなんだ。なんだキ忘れてん言ってやれよ、もっと早く。に誰も気づいてないね、このメンバー。気づく。五六年あの髪型ストーネ。いつするんですか、あれ。おリアルでね。 あリアルであの髪型っていけるのかな、どれぐらいいけんのかな。うん、いや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 、それはもう完全にあれになるよ。そんな髪型俺がしようもんなのもう完全にあのなんですか。刀剣乱舞とかのミューティカルの人のあの髪型になるよ<ー>完全に。<laughs> 確かに。<ー>そのくらでその髪型なん。ええ、そういうなんかその2.5次元のこう。ああ、なるほど。うん、ちょっとこう二次元を引っ張ってきた頭だなみたいな <laughs> あの頭ね。うん。<laughs> リアルではない感じがするやつねじゃあ最後にえっとみんなが旅行に行きたいところをせのでって終わりますかあちょっと待ってちょっと待ってくれよそれこれがもし4人泊まってたらえ豪華豪華焼肉お徐々におごります誰が怒ってくれんだよ ふふふっふふちに出てたとは。っあ、あ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 あ、んあ、ああ、ああ、ああ、ん？あ、あ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 あ、やっぱ合わあ、にあ、あ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 、あ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 、 あるけどどうだろうすよ。書きますか言いますかいや、もう行っちゃいましょうじゃん。じゃあ僕らが4人が行きたいところは旅行じゃない、旅行じゃなくてもいいよね。行きますよ、ここです。んここです。あ、旅行じゃないと。こええええ旅行じゃない。旅行かと。旅行かと。あ、旅行にしようじゃん。

じゃあ次のお便りいきますか。はい。え次のお便りを、坂田さんお願いします。読みます。一回もかまないでください。<お>任せて。いきますよ。浦島坂田船の皆さん、クルーの皆さんこんばんは。ともと申します。よいしょ。今回はアルバムレインボーから浦、浦坂島船のコラボ曲を合わせて書かせていただきました。よいしょ。お 男の戦いがテーマです改めてアルバム発売おめでとうございましたオンラインライブでたくさんの楽曲が聴けることを楽しみにしています急激に寒い日が続いていますが、お体にお気をつけてリハや録音など活動を頑張ってくださいここまで読んでいただきありがとうございました <laughs> ずっとずっと応援しています大好きですなんで,<ー>で笑ったんですか最後。いや、ちょっと。 さすがに切りすすぎたなと思ってごいついてたもんね。とはね。あそこにマジでやったろうと思ってやったらマジで区切っちゃったんだよね。本気出した結果だよね。これ多分。そうなんだよね。翔さんの本読みやったもん完全に。そうよね。面白い。あんだら恥ずかしいからな。あのな。うな。おこれはバーサスと。 確か。なんか温度差があるよね、あの2曲に。ファイティング、ファイティングウィンターサマー。なんかさ、俺、トーラさんはさ、オラオラ行くぞ、勝負だって感じやんか。もうどっちが会場を盛り上げられんのか、俺たちだって感じなのに、すいません、夏でって感じだから、頭悪。すげえなんか、その、 ギャップというか差あるよねなんかちょっと逆っぽいもんねその曲調っていうか今までずっとその線路たちはやってもらってるけどマーシーたちはさキいトクさんたちにでもなんかこう逆っぽいイメージあるよねその戦曲的な意味だとだからこれもこれですげえなって面白いなってね差あるこれあれですかお二人は無観客の時はこの半袖で。 まあ、いや、まあ、あの、なんていうんですかね、まあ、あの、イメージとかっていうやつなんでね。そうね。あれやんな、マイク型のパフェ持つんや。マイク型パフェ。マイク型ペンライトじゃねえ。パフェ型ペンライトを出すんでしょ。それだけのために。これだけのために。 ン <laughs>、ね、ジョンでも、裏坂の2人はヘッドギアつけるかどうか悩んでるとか。俺らリアルで殴り合うってこと、会場で。<laughs> <ー>髪型は。<laughs> 最後のさ、<や>ラッサビで <laughs> 殴り合ってたら逆にでも熱いかもしれんな。確かに。曲中に立ってるのはどっちだみたいなね。<laughs> 歌はね。<laughs>

文句あるが回復封なんでゾロやねマウスピースつけたゾロやめろやんあーねえうめえなんだなんだなんかゾロをいたいですようめぇって言わなかったゾロおにぎり食った時のゾロやつ砂砂利やねえゾロおにぎり食ったやつや最初のドアタマのやつでしょ生まれたやつ あれ砂糖だったけど、しか塩じゃなえってな。そう、確か砂糖だったんだよね。おにぎりに砂糖入れてるっていうね。でえ。で、ねワネツって落ちてた。落ちたつ食わせろツってな。そうそう。いいやつなんだ。ワンピーさんマシーわかるんですかいや、途中までしかわかんないですよね。え、どこまで読んだん俺めっちゃ昔、もう c p いとかそこらへん。まあでも十分見てるわ。十分もうそこまで見たらでも、その、単ンゴは全部持ってんね今の。あ、そうなんだ。 買ったけどってことかそう買ってやるけどその CP9 のところでもだからもう5年6年ぐらいはどっかで乱さへんかったらたまっていく一方やなねえでももうあれよもうワンピースゲットしてるよえそうマジうん一応ゲットしてその後の話してんだよええ ちょっとあのシー見てないかどうせこの先も見えへんと思うからある程度ネタバレしていいじゃちょっとねねもちろんあのウソップ海賊団っておったの覚えてるあのピーマンとかそうあいつら大人になって三大将と戦ってるよそんな強い勢力になってるのあのこらそうそうだって2年なんか大佐とかなってるみたいな話聞いたけどやっぱ2年3年経ってるからね経ってるからうん えあか噂でさ、なんか、最後のワンピースは、なんか、もう一人の仲間みたいな噂もあったけど、そう、いうじゃなかったんや。いや、もう、さすがにそこまでネタブラはちょっときついから。ちょっとまずいかな。うん。みたいなで。も、ストップ海賊団が三大将と張り合ってるところまでは、ほんま。えぇおっ、向き海賊団いらんやもん。あいつらで肩くくんやもうあいつらが取ったんじゃん、ワンピース。いや、まあまあ、それ以上は言えない。それ以上は、まあ、自分で読んでほしいね。それ以上、口に出さないほい。 あげるとしたらあうドンクリックが使ったケンザマントったっんかはい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 あれがワンピースにすごい重要な役割をあんな初期の初期のザボがそうだよいやいややっぱ今ハキとか使えるからあのケンザマント超強いのよ武装武装色で固めるとあれ超強いええ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 えまだそうそう あの銀がかつい帰ったからそう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 ,そうあれ伏線だからな<と>そもそも10年ぶりぐらいの伏線やったんやそれ、うん、あとさあ,、うん、あのシャンクス腕食べられたじゃん、うん、食べられたなあれ実はあの食べられた腕大技ものやねえあの刀の大技ものあの腕が <laughs> どうした <laughs> <laughs> えっ どういうことどういうこと？いや、まあいいや。あ、読んでほしい。読んでほしい。ああ、読む、読む。まあ、最終的になるとはほかげになったよ。あと。確かにね。なんだね。なんたね。まあ、そういうことだ。じゃあ次のお便りいくか。はい。えっと、読んでない人誰うん。マーシーか。じゃあ C さん、お願いします。うん。はい。 えー、浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、クルーの皆様、こんばんは。<い>そして、はじめまして、<い>もち屋めおと申します。もちやめ屋はい、私は最近、浦島坂田さんにはまったばかりの土神器なのですが、すね、最近、えー、と、早く詳しく知りたくて、毎日実写動画を見たり、曲などを聴きまくっています。うん えー、いつもイラストを描くときは BGM や動画を見ながらイラストを描くのですが最近は皆さんの動画ばかり見てしまいついつい手を止めて聞いたり見入ったりしてしまいます最後に幸せです、えー、今回のイラストも配信を聞きながら描きました皆さんの笑い声が大好きなのでとにかくわちゃわちゃとしたイラストにしました後ろの口の形がそれぞれうしさせになっているのもポイントです<ー>すごい えー、私事で<ん>、えー、恐縮なのですが、イラストレーターになるのが夢で、デザイン学校に通いつつ、うんえー、絵を描き続けている中でスランプに陥ってしまうことがあります。その時に出会ったのが浦島坂田線です。心から描きたいと思う気持ちが湧いてきて、描くのが本当に楽しかったです。うれしい。 を楽しいと思い出させてくれてありがとうございます。これからもっともっと浦島坂田線のことを、えー、勉強して応援していきます。大好きです。PS、えー、ボルトがなんか科学リング使っているところはちょっと残念でしたね。ああ、なるほど。ああ。そこまで、俺らのナルトの話まで聞いてたんだ。ああ、読んでたんやね。え嫌<ー><ー>だったね、あれ普通に。頼っちゃったもんなちね。 そう書きがチート行為やってるみたいに見えたなあれ。くなかったね。親から受け継いだ能力がすぐにチートだっつうのにな。やついやすごいね。イラストデーターになる夢と。誰か突っ込めやなんか。何ですか。そのまま行くんどうしました。いいけど。 やっぱボール。俺は分からんから入れへんかったけど。うん。ボル、ボルトの流れは実は嘘でしたですね。流れね。なるほどね。うん。うん。まあ、いやイラスト素敵やね。ね。素敵。でもそのなんか俺らの影っていうかっていうか言ってくれてる感じがあるじゃないですか。こうスランプだったんですけど。やたいね。嬉しいね。すごい。まあそれが活力になると。まあありがたい。いいですね。絵が生き生きしとるよ。ね。 今にも動き出しそうやもんな,なんかんやっぱ絵ってさ、うん、まあ俺らって全然絵を描けないじゃないですかあのー、やっぱ描けば描くほどどん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 そのうまくなっていくものなのかねかな難しそうだよねもうわ、うん、でもねすでにこの段階でもう相当うまいからねもっともっと描いてもらってもう最強になってもらい で、僕らに最終的に依頼をね。我々が依頼して動画を書いてもらうと。で、フォロワーが100万に行ったら、僕らのことを宣伝してもらう。100万にすげえな。俺ら、んぶに抱っこされるつもりなん今、んぶしてるから。なるない。してないね。してなっね。イラストがしてたって。イラストがしてた。 そうね。今そういうことです。いいっすね。頑張ってね。はい。じゃあ、最後のイラスト。はい。お願いします。俺じゃないね。俺だ。俺だ。俺デビルマン。デビルマンだね。れだ。足か足ね。デビルマン読んで。え 浦田さん、島さん、坂田さん、瀬名さん、そして配信を聞きの皆さん、こんばんみこんばんは。ひじきと申します。はじ、うん、めに記念アルバム、レインボー、無観客の関西開催、ありがとうございます。毎日、峠<あ>芸校中に楽しく聴き、<い>ライブを楽しみに毎日頑張っております。ますどれも素敵な曲で元気をもらえたり、HH で大興奮したり、<laughs> 楽しませてくれたり、<laughs> 浦島坂田線の皆様には、たくさん、たくさん楽しみをもらっています。あ<れ>感謝、し足りないくらいです。あれ?。<laughs> そんな。素敵な。トーマスの中から一曲。トーマス。<laughs> アルバムの中から一曲。アルバムの中から一曲、イメージして書かせていただきました。トゲザー。押す。見ていただけたら幸いです。ト <laughs> ゲザー押す。最後にはなりますが。 サさんも厳しくなりつつあり、トーマスや風なども流行ってきているので、ここから気をつけて、これからも応援しております。うん、<laughs> トーマスは流行ってないんだよって言ってよかったのか。<laughs> なんか間違えたのツッコミ。以上でございますよね。はい。ちょっと流やってんな。ひじきまるさんです。えーこれれは何をイメージしてくれたどんなまいんだってさ、大丈夫。あ、なるほどそれ。 サイドラかサイドラですね。サイドラ。サイドラって略すんや。なんか未だにちょっとなれへんな。誰から言い出したサイドラって。え裏さんじゃない俺じゃないよ。えあたいじゃない。戦乱が戦乱な気がする。まあ、まず俺しか言ってないんじゃないレベル。ねえ。サイドラね。そう。ミニドラの仲間って。確かに。ドラ <laughs> <laughs> ドキ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 サイドラねめちゃめちゃ元気になる曲だよね。ピンがこれ USSS になってますね。ほんまや。だだ。そこに気づえ。まー,ー,ー,ーシー死ぬぞ気づいちゃったら、うん。何飛ぶぞ飛ぶぞ,飛ぶ,飛,ぶぞ飛ぶぞお前死ぬのか俺は。うん、いい感じや。ねえ。山田の木も久しぶりに書いてもらって。 ちょっとあれれやねね色素系山こちょっと肉付きがない方ですね、この山田ね。なんか俺と浦さんなんかシティボーイって感じで、せんか結構こうこじゃれたおしゃれって感じで、マーシーはゴルフに行ってくる感じでいいよ。ゴルフェニスってテニスかな、どっちかっていうと。テニスで。この帽子ゴルフなイメージあるわ、なんか。こういうデザインされた帽子考えるのってすごいよな。これまあもちろん、ノーさんからね、きっと。 あのー、見て書いたと思うんだけどねどうやってやっぱそのないものから作り上げるじゃないですか無から有を、うん、確かにねあれってどういう技術すごいよなそう、ね、どういう技術なんだろうねマジでね、うん、男には感性があんまりないですからねういうないよ本当にめちゃめちゃすごいな素晴らしいありがとうありがとうございまはいすべて読みをわせていただきました。 んん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 んうんうんアンダーザんん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 ん俺んん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 てんんんんんんーんん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 うんん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 ん でなるほどね。うん、なるほどね。はい。じゃあ、明日からね、ファミリーマートですかはい。ええ。明日から、明日からファミリーマートが始まり入りのホームルームみたいなテンションやな。んか明日からファミリーマートが始まりますんでね。ええ。うん。あれツッコミないな。明日からファミリーマートが始まるので。ちゃんと真面目なこと言ってるからなと思って、普通に。へへへへへ。明日からキャンペーン、浦島坂田先生キャンペーンがスタートということで。 ぜひぜひゲットしてみてくださいお願いしますどうしたいやいこうぜみんなで。今回は今回ねあ今回はあれかメルティーキスとかチョコレートが結構多いんで。 そうねあの一応中にはねちゃんと表記があるこの製品にはお酒が入っていますってしっかり表記があるものがあるんでしっかり見て気をつけて買ってください気をつけてね気をつけてね未成年の変えるやつですからねこのやつを確かにチョコはちょっと入ってるってぐらいですからね気をつけてくださいはいそれでは終わりますありがとうじゃあ最後坂田さんお願いします みんな<お>来週も徹底見てくれよな。<お>次回バイバーイ坂田シスデュエルスタンバイ。うん